まさに選挙主役その当事者のおご登壇となります民進党から小川敏夫さんぜひえ拍手でお迎えください前法務大臣ですの設はお世話になりましたありがとうございましたインタビューさせていただきましたそして日本共産党から宮本徹さんえ拍手でお迎えくださいよろしくお願いいたしますはいありがとうございますえ実はですねあの今日は週末なんですね したがって、実はあやり始めてからこの準備を始めてから気がついてしまったと思ったんですけれども議員の方々皆さん、地元へお戻りなんですよだからあの顔なじみの議員の方々とか、まあ、声をおかけしたんですけどことごとくあのその日はね地元なんですね、えー、で民主党、民主党、それから共産党、候補党本部にもこうご相談しました。そうしましまたらも東京とか首都圏 いて地元で、ね、地元といっても帰る場所はあの東京であるというような方々で、えー、声をかけさせてもらいます、調整させてもらいますということで、えー、お二方、お越し願いました生活とか社民とかにももちろんご相談したんですけれども、えー、どちらもですね人が足りないんですよ、えー、それで、えー、この2頭ということになりましたけど、まあ、一番鍵にいる2頭ですよね、いや本当に。<laughs> 本当に重要な2頭だと思います。えー、ですからあ、まああえー、皆さんからです、ね、いろいろといろんな思いあると思いますけど、まずお二方のお話をそれぞれお聞きしたいと思います。まず、小川先生、一つ、はいえー、お話しいただければなと紹介いただきました小川敏夫です。 まあ私今回、参議に戦う当事者なんですけどもまあ4回目なんですけどもまあ毎回負けちゃいけないと思ってるんですけどももう今回だけは絶対に負けちゃいけないと日本がですね壊されてしまうそしてもう戻れない国になってしまうんじゃないかと本当にこの民主主義が危ない危険であるというそういうふうに認識しております。 まあ、安倍さん、本当に憲法違反の集団的自衛権、まあ、平和安全法制なんていうレッテルを張ってです、ねまあ、通してしまったわけですけども、まあ、ついにあの憲法を改正したいと、自分の任期中にやりたいということを言いました、ああまあ、その部分は本音だと思いますけども、まあ、その憲法を変えれてしまったら、本当に日本は戻れなくなっちゃうなと。 まあ先ほど、海答さんが言っておられたけどあの緊急事態の法制ひどいですよね、わ、まあ、が国が攻められたとき、まあ、緊急事態かなという気もしないじゃないんだけど大災害があったとき、まあ、東日本を越える大災害ってそう思い,かな思い浮かばないんだけどあれだけの大災害があっても日本の民主主義を停止することはないですよねでしかも驚くのはなどが入っているんです。 大震災の大災害などが入っててですね政府が必要と認めた時と政府って安倍さんですよねじゃあ安倍さんがあ必要と認めた時、ね、我が国が攻められた大災害などでも思うと安倍さんってあの人あのこの安保法案の行使の時言ってましたよねペルシャ湾が封鎖されると 日本に石油が入ってこなくなると日本の存立の危機だと言ってるんですよねプレッシャーンから石油が入ってこないから日本の存立の危機だとこういう人が日本の緊急事態を判断するというと何か何でもかんでもいつでも緊急事態に判断されちゃってですねあっという間に民主主義封鎖されちゃうんじゃないか本当に危ない人です 危ないに人はその根拠はやっぱあの人嘘つきですよねとにかくあのー、まあ,あの法案の法制でもそうでした、ね、嫌い封鎖されたら石油が入らないからってなことを言うけどももっと正しく説明し,しなくちゃいけないですよねイラクで石油が来なくなった時にアメリカ軍が行動すればやはり日本の危機だから自衛隊も一緒に行って行動しますと。 きちんと説明しなくちゃいけないわけで朝,朝鮮半島が有事になったり台湾で有事になったら日本は日本軍自衛隊はアメリカ軍と一緒に行動しますということははっきり言わなくちゃいけないけどそれ言わないんですね言わないで言葉だけでごまかしてしまう今度の憲法改正もそうです政治家ならねここは変えなくてはいけませんよということをきちんと説明して そして国民の理解をしっかりと受けて進めなくてはいけない、これが政治家の基本だと思うんですけども、もどこを変わるんですか、言わないんですよね、言わないってことは、よほど恐ろしいことを考えてるんじゃないですか、言ったら国民からソース感を食うようなことを考えてるから、言わないとしか考えられないですよね、まあ、ひどい話です。安倍さん 民主主義も壊すけどアベノミックスで国民生活も壊してますしねまあ,あの一言で言うとあの人は国民一人一人を幸せにしようと考えてるんじゃなくて国民をです、ね、管理してそして自分の思う,、まま、思うがままに日本の国力を国威を発揚するためにどんどん国民を使うんだとそんな風に考えてるんじゃないかな。ここんな人こんなな人人は絶対 負けちゃいけないそんな思いでいっぱいなありますありがとうございます。ありがとうございます。あ,ますあの小川先生あのまあ,あ一言、えー、野党共闘について、えー、今のお話の中ではね触れられてなかったんで、はいえー、野党共闘についてちょっとあその可能性とか見通しとかあ実現可能性とかねこの辺について、えー、触れていただきたいと思いますお願いします。あの参議院選挙って ちょっと変わった選挙でして、東京のように6人区もあるし、地方の1人区があります、でまあ、東京ですとあの、1人に絞っちゃったら大変ですから、あ民進党もですね、えー、共産党さんも含めて、しっかりとしたあこの憲法反対の人を、みんなが勝つようにということになると思います。でやっぱり鍵は1人区ですね これはもう今どんどん進めております。ちょっと年末年始、少しあの進まない時期がありましたけども、これからどんどん進めてですね。12区でしっかり勝ってで複数区でもきちんと勝ってということで、なんとかその3分の2を維持したいと思います。あとはあの比例区でですね。あの桜の木の構想というのがありますね。あの、みんな野党があ。とにかく、あの憲法違憲法案を阻止する。 グループでまとまととろうと私、その考え非常に賛成なんです。いい考えだと思うんですね。ねただ、ネックがあるんですね。同時選挙という話がありましてですね同時選挙になると衆,衆議院選挙の比例があるんですねで。衆議院選挙の比例って参議院の比例と違ってブロック単位だし、特に違うのはあの衆議院の選挙区で落ちた人があの比例で繰り上がるんですね。そうすると、 衆議院でででは桜抜きできないんですよねあのみんな一つの会派になってあの上がるよって言っても選挙区出た人しか、まあ、基本的には上がらねえな構造ですからそうすると同時選挙を考えちゃうと桜抜きで参議院の比例は桜抜きですよ透明じゃありません桜抜きですよでも衆議院選挙ではやっぱりみんな一つ一つの党ですねとなるとちょっとぐ 混乱しちゃううといでですすねねそこが一番心配なんです、ねでまあ、ちょっと民進党の方は党の執行部で桜の木の構想には民,主党民進党は参加しないということを現時点では決めましたこの人つ最大の理由はここなんです同時選挙があった場合に、あのー、比例選挙でもう混乱しちゃって収拾つかなくなって帰ってマイナスじゃないかと。 こんなことを考えている、これが実際の姿でありますかりました。ありがとうございました。えー、新しいね、ホットなテーマについても言及していただいて、た分んいろいろね、皆さん質問したいこともあると思いますけど、それはまた後にして、これは会場でですね、せっかく、 小川さん、宮本さんでいらっしゃる、あの民進党と共産党が組めるか否か、ここがもう分かれ目だと、こういうこのタイミングにですね、この二人に質問したいという方がいらっしゃったら、えー、ぜひ手を挙げていただければなというふうに思うんですけど、いらっしゃいませんか？いらっしゃいませんか？<れ>はいはいあじゃあちょっとあ無理だ <laughs> ちょっとこっち あどうも、えーっとですねあの、小川先生にちょっと質問したいんですけどもあの桜,のあ桜の木構想にです、ねえー、民進党がです、ねまあ、参加できないのは、まあ、個人的にすごく残念なんですけどもあとそれとですねあの小川先生は検察出身ですよねそれでちょっとお聞きしたいんですけどもあの例の小沢先生の陸山会事件がありましたよね。その時 まあ、今の甘利先生との問題と、われわれ一般国民からです、ね、見ますと、ものすごく不自然なんですよ。まあ、私はまああの小沢先生の、ねまあ、事件は、まあ、でっち上げだと思ってるんですけども、そ今それに関して甘利先生のね、まあ、最近今、検察が動いてますけども、そのほ,ほん、本当ね、要するに特捜検察というのは、 制御があるのかと、それまあ国民の方を見てね、やってるのか、それぜひね、ちょっとお聞きしたいんですけど、京都の質問をと言ったんですけど、<laughs> 違う答えになりました、はい、質問になりました、ぜひお願いします、はい、まああの少しあの真正面からの答えじゃないけども、安倍政権って怖い政権ですよね。 あの政権を維持するために選挙に勝つためには何でもやるしどこにも手を突っ込む本来、公正中立じゃなくちゃいけない NHK の会長を変えちゃったし金融政策だって、えー、中立じゃなくちゃいけないのに自分の言いなりになるようにしちゃったとですから検察もですねまあ、建前はあ政治と無関係ということでしょうけどもそうは言っても人事権を持ってますからやはりあのー 安倍さんのような方にですね、えー、こうした捜査権というものの法務大臣を持っているその人事権を持っているというのは大変危険だなと思います。あと、まあ、ちょっとあの小沢さん事件のことはちょっと個別なことなんでですね、私もあの証拠を全部知っ拾るわけじゃありませんので、まあ、ちょっとその間のところでね、ちょっとあの控えさせていただきます。えっと、あの野党共闘についての質問、あのあったらば。 いませんかいなければもう閉め,、えー、めなくちゃいけないんで、えー、あの桜の木のことを先ほどちょっと話にありましたがうん桜の木が実はちょっと思わしくない。 えことにななりそうなんですね、えー、これはあ、まあ、明日ぐらいにはあのー、お出しすることができると思いますけれども、えー、ちょっと言い出しっぺの方々が空中分裂するかもしれないんです、えー、できればこれを、ね、続けていきたい、えー、ぜ,ぜひとも実現してもらいたいとは思うんですけれども難しいというお話ありました。ししかしじゃあ あ桜の木以外でも結構です、今の一人区の共闘以外で、ですね何を民主党はですね共産党を含めた他の野党と共闘して、そして、えー、現在の民主党の持っているポテンシャルにプラスアルファ,ープラスアルファして、えー、この。 安保法制廃止もし,もしくは緊急事態条項措置、改憲措置という,です、ね、いうこと、もう本当にこの非常時を避けることができるかどうか、そこを一つ、あの一言、お願いしたいなと思います、まあ、あのこれはもう選挙は勝たなくちゃいけない、の桜の駅の構想、案外です、ね、民進党が入らなくてもです、ね、あのまあ、文化人の方とかです、ね、まあ、生活社民の方、特に生活社民ですと、ある程度票を取っても死に票になっちゃう。 うーところがありますからそれを死にしようにしにひようにしないでそしてあの民進党共産党だけじゃなくてですねそうした市民のパワーの票で相当な議席を取ってくるっていうこともですね私は大きな意味があると思いますで民進党はあのこの桜の木の構想をずるずる引っ張ってですねおかしくなっちゃうといけないからすぐに 民進党は参加しないという結論を出させていただきましたけどお基本的には幅広い声を吸い上げてとにかくあの吸い上げると言っちゃ失礼ですけどとにかくその無駄がないようにもう本当に、えー、この安倍政権暴走政治を止めるために無駄がないように各方位で私はあのしっかり議席を取るという意味で民進党が入らなくても私は桜の木はですねぜひ進めていただきたい。でダブル選挙がなければこればこはまた あもう一度再検討をしてですねという話がありえますので先、ええ、ダブルがあるから衆議院でできないということがありました。ということで、北海道の5区の補選、大事ですね、あれでもしあの池田真紀さんが勝つようなことがあったらば、安倍さん、諦めるかもしれないという話が出ているので、ものすごく補選、重要にななるんじゃいいですかはい、あの大事ですね。でとにかくあの もう一つは自民党の中にも自民党の側の議員が全部安倍さんに注力じゃないんですね安倍さんのやり方はおかしいと思っている自民党の方も多いですただ、今のように小選挙区制で執行部に逆らうと公認に反されて政治生命を消されちゃうという仕組みの中であの自民党の党内でも民主的なあの体制が崩れてるんですね。安倍さん権力一,一極集中してるだから 最悪でも自民党の中で安倍さんがこけてくれれば、少なくとも安倍さんのようなことをやらない自民党ならややましいだと、でもまあもっと本当にね、それでも自民党は立たさなくちゃいけないんだけども、とにかくあの安倍さんというこの危険な人は力を合わせて、もうあの政治の世界から退場していただかないといけない、そんな思いです。 あの、安倍さん、さえ倒せばとおっしゃいましたけれども、しかし、この間、クルーグマン教授とのですね、会合の時にですね、麻生さんは何を言ったか。え、需要がないから、それを超えるには戦争だって言ったんですよね。そういう人が後に控えてますから、忘れてました。麻生さんも落選運動の対象にしなければ、というふうなことも思います。